<laughs> ここだったら私入んないよね。入んないにね。あ、これでも曲聞けるからタイミングがわかるね。じゃあ最初いのき流して。<う>最初多分ファイから始まると思うんですけど。大丈夫ですか。きます。五<れ>秒前です。え本当？マ、まあ、さん準備できてる？椅子が椅子が <laughs> あ、まあまあ。それでいいの？あし。これって何分あるやつ？ これ三分ありますオッケーマジマジ何やってんだよ私たちって感じ <laughs> レディーズエンドジェントルメン皆様お待たせしました赤コーナーより エリューの入場です <laughs> 身長162センチ体重6キロトンチンカンクラブ所属エリューウィセコンドはコーチ松忠レフリーはリスナーの皆さんでお届けします <laughs> もうなんかさ 最高、皆さんこんばんは、やってまいりました。火曜の夜七時でございます。びっくりしたでしょう。ねえ。えー、っと、今晩もやってまいりたいと思いますよ。二時間。エリオの愛で、サロブリユよろしくね。<laughs> <laughs> この後の曲、<laughs> この後の曲全部飛んじゃいましたけど、どうします。<laughs> と、<laughs> ととりあえず、今もう、マイクアップして続き言って、さっきの。さっきの。うん、あの。 レフリーはリスナーゆたっけかああ今しました今今今言いましたよはい,いましたじゃあこのままもトーク行って,いってでその後の曲もノリいい感じのでイイじロッキーでも何んでまあけどねそうだもうた,た戦う系だったり、はい、い,いかもしれないですね今日じゃマイクよろしくです、はい、いただきますはい、はい、てなわけでこと今年のだって今日のスタートはこんな感じでございます皆さんびっくりでしょ はいねマでさんそうです、ね、ちょっと返し5分前ぐらいに急遽決まった <laughs> 5分前だった ?5 分もないんだよななんか今日はこんな感じであんな感じでっていう話をしてたらねえ、そうですねでも桝さんさあの、はい、ほらほら、あれリングアナウンスだっけなんだっけあれ得意よねってい,いや、得意なんじゃなくて、すっごい桝さん、真面目だからさ、<laughs> こうなんかいろいろ、いやそんな深く考えなくていいからさって言ってるうちに。 これでやんないって。なんかこれだとテンション上がるし、いいねっていう話で、えー、今日もやってまいりたいと思います。えー、今日のですね、テーマ。まさん。はい。今日のテーマは、はい、<す>はい。許す。で、ね、す。許す。ねこれ、あの、いろいろあるよね。なんかこう、約束破られて、なんかゆああ、もう許せないわ、とか。 なんかあだこうだで許せないわあれもこれも許せないわでも許しちゃおうかないろいろありますが、えー、どうぞ皆さん参加していただけたならばなと思いますえっ、ー、とではコメントの方を紹介していきましょうかねマス、ま、さんそうですねはい、はい、えっとここからですよねちゃんおかさんああ、ちゃんおかさん,ん,かさんボスですよボスボスはい。エ、はい、ゅうさんこんばんは先週は出演させていただきありがとうございましたお体気をつけて 程よい感じでまたやりましょう。えー、よろしくお願いします。続けてこのちゃんおかさんが二つともトンチンカンクラブ出たな。<laughs> <laughs> そして、えー、テーマ許す。はい、先週の特番のことかな。<laughs> それとも <laughs> というちゃんおかさんからのコメント。あ,あの誰にでも触れますよね。この許すっていうのね。うん。えー、そしてはい。真二さんですね。 篠上真嗣さん、はいえー、エリューさんこんばんはお久しぶりですお久しぶりでございますご無沙汰しておりますあの忘れられてないかちょっと心配でしたがね覚えててくださったんですねありがとうございますえー、そしてその、えー、石田さん,ん石田さんじゃ <laughs> <laughs> 岡さんが石田さんこんばんはと言ってしまってますが <laughs> いいんですよねい,いんです、ね、んかさ大丈夫ですよね <laughs> ボスってなんか ボケていやボケは似合わないよね、<laughs> あの人ね。なんかこう、ねえ、えそこでそれ言うかみたいな、そうやって出してないのに多いみたいなね。<通> <laughs> でもみんな心広いから許してあげてんでしょうねとか、ああ怖っ <laughs> で、ハッチさんが、えー、エリゆさん、ここんんんんんばばんはははとさいこんばんは。 んじ、はい、さんも、えー、ちゃんおかさん <laughs> こんばんはと、普通に返事しているので、<laughs> 大丈夫なんでしょう、きっとはいあ。いいですね、もう心広いですね、OK ですって、今、今コメントが、今なんかちょっと、ちょっと頭痛がね、番組始まった途端頭痛がしてきて、あらばなんだろうね。 <laughs> なんか、ん <laughs> みんな真剣に考えてくれちゃってますけど、<laughs> まあ、なんか、どうするんだろう、急にでは番組始まった途端、あの、なんですかね、電磁波でしょうか。電磁波アラマちょっとかっこつけてみました。<laughs> あの、なんかあまりに、このオープニング、こうやろう、あやろうっていう話をしてて、楽しかったもんで、笑いすぎたせいじゃないかと思ってるんですけど、<laughs> もうね、もう、もう、ウケた。 どうでした、皆さん、今日のオープニング。はい。えっと、しくんからも来てますね。あっ、しろうさん、えー、えー、えそして、ちゃんおかさんが、石田さん、トヨタへ飲みに行きますかと。番組終わってから行ってください。で、しろさんがまた、ちゃんおかさん、こんばんはと。ちゃんおかさんが、あつおさん、先週はありがとうございました。 でしんさが行きましょうと言ってますみ、ね、ません、エリオンも参加していいですか、しんじさん、あのぜひ連れてってください。<laughs> はい,いえーっとですね、四郎君、こちらこそです、了解出すっていうあのー、ちゃんおかさん、<laughs> ボスのは誰に了解したんでしょうかね。<laughs> もう 飲み会に行く気満々なんですね。ああ、番組終わってから、<laughs> あの、すいません、<laughs> エリオも連れてってくださいっていうのに対しての了解ではないんですね。あ、なるほどね。<laughs> じゃ、あちょっと画面切りましょうかね <laughs>、えー。ええ、てなわけででございまして、あのー、実はね、あのー、この間ね、番組で。ちょこっと話したんですけど、あのー、つかぴーって、みんな呼ばれてるリスナーさんがいらし、いるんですよ。はい でこの子、今ね、あーのーちょっと入院してて、<ら>で,でこの間、番組、先週の番組終わってから、えっと次の日かな、ボスとあのちょっと時間合わせて、お見舞い行ってきたんですよ。はい、なんかね、一生懸命こう、入院中あの、リハビリとかしてね、頑張ってた、<ー>頑張れよ頑張ってください。ねほんと頑張れよあのー なんか、病室には一人でいるかもしれないけどみんなつながってるから大丈夫だからね。はい。えーとですね、おやった新次、えー、さんが行きましょうって言ってましたね。<お>やったー <laughs> でもこの方たち、名古屋なんですよね。そうですね。どうやって行きますかね飛行機でとか言わないでくださいよ <laughs>。他に方法が <laughs> <laughs> まあね、エリアさん、すしまさんの大将が呼んでます呼ばれてる、行こうかな、行ってきましょうかね、台風が去ったですに。台風が去ったあそう、台風が行ってすぐはだめですよね、だって、向こうのこうにまだ、そっちか、あの、湿気が続いてるので、魚取れないじゃん、行ったって、食べるものがとかもね、はい、もうんじさん、待っててくれるんですね、ありがたいです。はい 手なわけでですね、はい、手なわけでがいっぱい出てくるのはかなり頭混乱してるんですよ <laughs> はいあのマスさんどんな一週間過ごしてましたそうですね今はちょっと十五夜が近いので四肢舞の練習に明け暮れていましたなんか十五夜をバックに四肢舞なんていいねそうですねだから十五日晴れてほしいんですけどねね<え>。台風が怖いんですよ、ね、<laughs> 台風だぜはい。まあ <laughs> あれ十五、ね、日っていつもう朝あさってです えー、いいなー <laughs> 私、沖縄でさ、十五夜というか満月というか、月があの一番綺麗に見えるというか、好きなのは、ザキミお<ー>あそこで見る月が一番好き。そ、ね、そうです、ね、いいですすねあそこねねいいあこ一人で行ってるのになぜか周りに気配がするという、何あれ。 ザキミ城。<laughs> <laughs> そんなことを言ったら生 <laughs> きづらくなるじゃないですか。<laughs> あでも本当なんだもん。<laughs> 本当なんだぜ。あの、あの、私ザキミ城が結構あちこちのお城は好きだけど、はい、あのザキミ城好きで、はい、結構行くわけ。で、何年前かなおちびが生まれる前かな。ザキミ城に行って、あんまり好きで長く、長いしすぎちゃって、ちょうど綺麗にまた月が見えたわけ、その時も。 で何度目なんだろうなあそこで見る月も。でああいいなって思ってたらそんなにここの月は好きって聞かれてうんうんうんっていう感じでしたね。<laughs> でなんかでえちょっと待って「あもう好きだよ」って言いながらこう「ふんふんふん」っていうか,なんか鼻歌歌いながらなんか全然平気さみたいに歩ってるうちにどこから出たかわかんないけど。 咲美城周辺になんか屋台みたいなのがあるわけ。ないって言わないよね。そこでおじさんが屋台やってて、私だってそこでおでんとか食べたもん。で、で、そしたらさ、そのおじさんが、お姉さん、あのー、楽しいねって聞くから。はい 結構浮かれてるよって、なんかこう、じゃないと怖いもんだから、うん、結構浮かれてるよって言ったら、じゃあ、勝ち足、いいかもね、って言われたら、みんなついてくるさ、って言われて、あ、おじさん見えてるのか、おじさんもその、そっち側なのか、こっち側なのか、もう頭の中ぐっちゃぐちゃになって、そしたら後で聞いたら、ザキミ城結構有名よって。 言われて知ってるその話まあお城はでどこでも聞いたことありますお城は出やすいっていうの戦争でよく使われるっていうことで <laughs> あとあのかつれん城とかに行くと<ー>私いつ行ってもあのなんていうのかな,なんか不思議な何かをいぶしてる匂いがするのかつれん城はで首里城に行くとこの昔のこう装備したっていうの ちゃんと戦う準備した人たちが、ちゃんとみんな、こう、そっちこっちに配備されてるのが見えるの <laughs> <laughs>、うん。で、こう、なんかこう、ぐるーっと首里城の中通って、外側の、なんか、なんていうのかな、歩ってると、あの、ね、いろんなことやってる人たちというか、見える。だから、こうやって生活してたんだもん、思いながら、気にしない。 そうだったんだな。気にしないってなんか呪文を唱えるようにね、通り過ぎるけど。気になりますね。ね、気になるよね。<laughs> だ気にしないわけには <laughs> まま。こんな話いっぱいあるよ。<laughs> だって、先週の特番の時すごくなかったでしたこう、なんか、こう、なんか別に呼んでないのに、スペシャルゲストがこう横切ってって、 あのザッキーとマッサンの間にすっと入っていったりとかね,ねき、別に返事を求めてないのに、あのヘッドホンから、あの何とか聞こえるし、何ってあなたに問いかけてませんからとか、なんかほらあの、ボスからも入ってますよ、先週は。パチパチと。はい、パチパチ聞こえたんですかね。ね<え>もう本当、頭痛くて、うん、はい。 えーっとそうですねあそうですかマリオット予約していただけるんでしょうか <laughs> あ,ありがとうございます <laughs> 私マリオット大好きなんですよ行く気なんですね <laughs> <laughs> どうしようね <laughs> うどんなふうにどこで予定取ろうかなだって今週だめでしょ来週、うん、だって最後の週なんて10月2日におちびちゃんの運動会あるしあ<ー>10月1日から。 もしかすると長男が一ヶ月東京に行くしららら行くなら今だって感じだけど今行くなら今だ追っかけてくるの台風だって感じですよね二、ね、つぐらいまだありますからね本当にもう参っ <laughs> た参っ、ま、た志郎さんからもコメントが入ってますねはい。はい、えー、今日は月が綺麗だったなって次の日同じ場所に月だ って思ってたら、バルーンだったことがありました。まあ、確かに月には見えますね。あれ。はち、パチンコ屋のあれとか。あ、なんだ、私、おじさんの話すんのかと思った。それは動かないですね、バルーンは。なんかさ、あの、この間ちょっとボスが。この、ちょっと、おじさんの頭の話で。はい。 言っていいのかないいねここまで言ったんだから。<laughs> もしね、<laughs> 飛行機に乗って前の席に、ちょっと眩しい、輝かしい頭があったら、ペチペチ叩きたくなる衝動に駆られるって言うわけ。<laughs> 何言ってんだろ、ボスって私思ってたのね。はい、で、私、そんなことなんか思わないよ。じゃあエリオだったら、やめろって来た。 <laughs> 言っちゃったもうもう、もうほぼ言っちゃいました、内容ほぼ言っちゃいましたけど、ごめ,んもうごめん、続きは私の分だから、もう言っちゃうね、<laughs> でじゃあ、リオどうすんのって言われたから、私はサングラスをおもむろにかけて、仲間に写真撮っての合図をするっていう、<laughs> <ー> <laughs> まあどっちがあの黒いのか分かりませんがね、<laughs> もうすいません、ボス、言っちゃったので、遅いってね、<laughs> はい、そんなコーナーがございますが、あのー、 あの獅子舞やってんだよね確かそうですねはいちょっとその辺教えてよ教えてよ一応去年から沖縄に帰ってきてそのままもうあのもうずっと何ていうんですかじいちゃんの代からやってたらしいんですけどちょっと一時期中断期間みたいなのがあって5年前ぐらいから復活したらしくて親父とかがその何ていんですか仲間を集めてそれで 今年で6 6回目ななのかな、うん、で去年からやってるんで今年2回目なんですけど<う>腰痛いですねあ<ー> <laughs> 後ろ前前ですわ<ー>あれが重いんですあのさ私思うんだけどあのー、<laughs> ごめんもうやめろって言いながらもう関ってたのかます、ね、<laughs> そんな親父には乱れ打ちしてやるって言ったのさって。そそそうそうそう <laughs> <laughs> なんかボスが言うから面白いんだよね。<laughs> ねえねえ、マッサンあのさ、獅子舞の頭重いじゃない、はい、であの獅子舞に頭カチカチしてもらったら、幸せになれる<ー>って言うじゃない、ね、噛まれると無病息災ああ<ー>、はい、私噛んでもらおうかな、ああ、そうですね。<laughs> で、それでさ、はい、時々、あのー、こうね、あのー、そういうのをこう観光地でやってるじゃない、獅子舞がカチカチみんなのさ、頭。はいはい あの時さ、手疲れてさ、話してガクンとかになることないのそ,それはさすがにないです。<laughs> な<い>噛むときはそ,そーっと噛むので、うん、もう絶対ここは掴んでます、私ど、なんか何人も続いてると、あ、どこで。 かかってなんのかなとか <laughs> なで。かかっならないです。それはならないです。大丈夫です結構期待してたりするわけ。<laughs> <laughs> あと、あの人頭臭そうだけど大丈夫かなとか。い匂いとか嗅いでる余裕ないですか <laughs> 中の人。でも自分が臭いんで。<laughs> いやだ <laughs> <う>何もしかして、あの、獅子舞の中って。 剣道のあれよりは通気性あるんですけど、うん、でもやっぱり汗かくんでどうしてとってああ嫌だー <laughs> 私匂い結構敏感でースーパーとかに行っててもうっ,って人が集まるところああってなってもう買い物しないで帰るときがあるなんかその人のこのあの人なんだなみたいなでそういう人に限って T シャツパフパフしてたりするじゃない暑いみたいに。<laughs> なんかこうね、胸元持ってパフパフパフ,パフ。<laughs> やめなさい、あなたみたいな。まあまあ暑いんでしょうね。もうきっと本,当本当に瞬間レートしてやるよって思 <laughs> うね。もうやだー。だから私結構夏嫌いです。自分も夏は苦手ですね。うん、汗かきなんで。もう嫌。<laughs> <laughs> <laughs> えっとですねじゃあその満月に向けてやっているとそうですねもうあさってですけど <laughs> じゃあそれやったら一応今年おしまい <laughs> えーっと獅子舞は、うん、そうですねもう十五夜が終われば多分。 な今年はないと思います、まあ会長次第なんですけど、うちの中秋の面月というのがちょうど来週じゃない、あさって、急がなくちゃ、準備、まあでもちゃんと準備はしてるんで大丈夫です。いや、私、私、すすき飾って、餅餅も買って、秋の果物を買って、栗ご飯を作って、あれ栗ご飯の栗は、沖縄にはないぞ。ないです。な ないんです。だって、あの甘く煮た栗は売ってるけど、ちゃんと殻がついてる<ー>ね。栗は沖縄では売ってないのでそうね。しろくんさんま買ってあいいですね。さんまあのこないだ届いたさんまうん。 でも言えないけどさんま苦手なんだな松茸買ってっても松茸、松茸か松茸、かマツタケかまいたけでもいいみたいな一文字違うだけですからねねみたいなおいしいですいしいです私松茸はどの食べ方が好きやっぱ自分は炊き込みご飯ですけどああ私はドビン蒸しが好きあいいですねドビン蒸しもいいですねドビン蒸しが好きおいしいですねであの ドビン虫も、こう、本当にドビン、あの、ドビン虫をドビンでやればいいのに、なんか欲張っちゃって、本当にでかい、でっかいあの、お葬式とかなんか、法事とかで、<laughs> <laughs> 使うような、でっかーい、休ス買ってきて、イベント用。<laughs> <laughs> あれに、松手、竹とか、銀杏とか、鶏肉とか、いろいろ入れて、蒸したら、子供たちに、 重くてもテんしって、<laughs> <laughs> まあそれだけ大きければあーー。<laughs> ああねえ。えー、<う>つるくんさんがエリュちゃん愛してるよという。愛してるよつるくん。<laughs> ちゃんおかさんがえ松茸は焼きだな。ああ焼きもいい。すだちをキュッて絞ってね。あはいいですね。ねって言うけどすだちいらないのよ。じゃ言わなきゃよかった。なんかこうちゃんおかさんに合わせたような感じ。きっとこの方はやるだろうなみたいな。でしろうさんがえドビンムシとテンションが上がっております。ドビンムシの中に入ってる私松茸じゃなくて銀んが好きなのよ。 <laughs> そうなんか茶碗蒸しとか出てもみんなにねえみんな銀座好き銀座好きって聞くの銀 <laughs> 座好きだもん <laughs> 人からもらうもらってる <laughs> <laughs> ねえねえあの知ってる兄弟であの兄弟がいる人たちは あの好きなもの食べるのに、えっと、みんなきょ何番目 ?4 人中4番目です四、ね、人中四番目、はい、3人中3番目ですそっかじゃあ、えっと、マスさんは好きなものはいつ食べるえっとですねできれば取っておくタイプですお<う>できれば、うん、でも中盤に我慢できなくて食べたりしますああ<ー> <laughs> そうかえじゃあザキーはでも取っとくタイプですね自分も<ー>はい おかしいなぁ。私が今まで収集したデータによると、一番目の子は、あの、長男でも長女でも、最後に取っとくんだって。<ー>うん。で、二番目の子は最初に食べるんだって。で、三番目の子は、先に食べて、人のを取るんだって。ああ<ー>。三番目以降は。ああ、わかりますね。でも、うん、確かに。人がいたら、そうですね。そう、ね、ですね。自分一人だったら、 最後に残します <laughs> 私、一人っ子状態で育ったので、あのー、やっぱり取っとくんだよね。<ー>で、取っといて、お腹いっぱいになって、食べれないタイプ。<laughs> <laughs> <laughs> 先に食べとけよかったっそういつもんとか、んとかさ、なるんだよね <laughs> と。確かにそう考えたらそうですよ、だから、ステーキとかでも、何から食べる <laughs> 自分はあの あのなんですかあのちっちゃいやつくな,なんですかミックスベジタブルあ,<ー> <laughs> あれ食すます、ね。私お肉ちょっと食べるかに<ー>、うんじんかああなるほどでそう言いながらもしその,あのつけてあるのがミックスベジタブルだったら グリーンピースだけ一生懸命弾いてる。<laughs> <laughs> 子供か <laughs> ね。ねあのホークに一生懸命こうコーンを順々よくさ。あ<ー>いや, <laughs> いやついついやっちゃうついついやっちゃうやつです、ね、<laughs> ありますね。ねなんか子供たちにお母さんやめてよって言われて <laughs> ああグリーンピース嫌なんだもんとか言ってるから。 大体 <laughs> 長男とかのあれにグレーンィーハウスをスプーンとかでビーンって、うん、完成に子どのやり口ですこ <laughs> <laughs> んな感じかな、この間もお誕生日で行った時に次男坊のお誕生日で行った時もあも <laughs> みんな頼まないのよ、すぐ。で、なんでって頼んで、先にってってあお母さんから頼んでよって言って私が頼んで頼んだもの以外のものを頼むわけ。 んなんでかっていうと残すから残して後から食べさせてもらえるらそうなるほどで人のを見てああれもいいこれもいいとか <laughs> そんな感じえっどう,どうそっかえっとコメントも書いてああ ちゃんお母さんがあのすだちの話で、あーあって、はい、ああって言ってます、ね。え、なんであーあなの?。だから、その。えりえ様、すだちいらないって言ったのを聞いて、<laughs> あーあって。言った <laughs> だって、お寿司とかも。なに、みんな、なんでみんな大人になったら、みんなわさび好きって思ってんの勝手に。嫌い、お嫌いなんですか?。あの、わさび、ちょっと苦手。<laughs> あの。あの、普通に。あの、普通に入れられたら、もう。 ってなるもうでなんであの優しい量にしていただけますっていうそうすると大体お寿司握ってる人がはって顔するからあの別にそんな気使わないで抜いてもらっても構いませんよっていう <laughs> 大人だからわさび食べられるだろうってあれ不思議よね <laughs> ちょっとあの一人一人に言っておくの大変なのでまとめて言っておきます。私はわわささびび苦手です <laughs> 好きわさび 好きです。好きですおかしくないです。おかしくないですでも、ハラペーニョは好きなの。ああ、じゃあわさび自体は別に。辛さが違うっていうか、鼻に抜ける辛さ、そうすツーンってする表現のものすべて嫌い。カレーの辛口とかは全然食べない。あ、食べない。これはアウトか。苦手って。 っていうよりもごめんなさい神様なくしてって言ったる。<laughs> <laughs> そんな感じでの。はい。そして他には、はい、あそうですね、えー、厚尾素志郎さんからやっぱりドビンムシは、えー、少しがうまいですよ、はい、量が多いと味が混ざるからっていうアドバイスが。はは。<laughs> ははーオッケーでシロさんが、はいえー、好きなものは早いうちに食べるっていう <laughs>。なるほどねということはあれなんですけど、ねうん、長男タイプなんですかね。でこの食べ物と恋愛って一緒らしくって、はい、好きなものを取っておく人はゆっくりゆっくり暮くらしい。<ー>うん、で好きなものからいく人はやっぱりせっかち。でいくらしい。えーうん まあね時間かけすぎるのもどうかと思うしまあね呼吸見ながら行きましょう皆さんそして四郎さんが暑、はい、いものは暑いうちに冷たいものは冷たいうちにそれがおいしい状態ですからねかなりのグルメですね四郎 <laughs> さんは確かにね猫舌の私はああ<ー> <laughs> なんか私、だめだめだねなんか、なんかすっごいだめ棒みたい。<laughs> 今日は、なんか嫌いな食べ物とかがなんか多く発表されてますね。<laughs> おかしいな、食べ物の好き嫌い多い人って、人も好き嫌い多いっていうよね。あ自分もも好き嫌い多いい多でですね私ちちっちゃい声、ね せ結構いるのよ。気をつきます。<laughs> あいつとかそいつとかうそ <laughs> <ソ>だう嘘。う <laughs> さちゃんおかさんが、はいえー「テーマについてメッセージを FM 議論案へ送りました」はい、<と>ありがとうございます、えー、と30分ごろからねテーマにいきたいと思います、ね、その時にねはいじゃ,あ、えー、じゃあ続けてコメントいきます。ん、はいえー、んささかから、はい、えりゅちゃんかわい,いなわさび苦手とか おわさび苦手って言っただけで可愛いって言ってくれるんだったら <laughs> わさび苦手って言って100回ぐらい言うよ <laughs> ね。ねわさび苦手よって言って言ってくれるんだったらもう何回でも言うよ。酸欠 <laughs> で倒れそうだけど <laughs>。<laughs> <laughs> ありがとうございます。鶴くんもなんかね、褒め上手ですね。<laughs> まあ画面で見えてないっていうのもあって褒めやすいんでしょうけどね <laughs> <laughs>。はい。この会話から テーマの許すにどう行くのだろうか <laughs> だから許すなんじゃないの <laughs> <laughs> この流れも許してほしい <laughs> そう <laughs> <laughs> なたで私自分に都合いいような人間ですからね <laughs> 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 はいえでシロ、えー郎さん ロー、はい、さんが今の茶丘さんのコメントに対して <laughs>、えー、爆発的に同意、かっこ笑いとい言ってですか、今までだってこの番組やってこれたじゃないですか <laughs> もうそれもやっぱりね、リスナーの皆さんがね、愛を持って投稿してくれるからですよ、そう,すそうです、そうです。だから私は安心しております。で、茶、え、丘、ー、さんが「ローさん、許すネタで面白いネタ期待しています」<laughs> で。今来たのがが、えー、さんが ハードルが上がってると <laughs>、すげえハードルが上がってると、本当ね、ありがとうございます、皆さんのおかげでいけてますからね、えー。そんなコーナーで、ちょっとね、ひ遠かった、ちょっと紹介したい方がいるんですよ、実は私、フェイスブックでつながってるあの方なんですけど、はい <laughs> あの、みんなアイスクリーンって知ってるじゃないああの、道路とかで販売ってる、はい、してる。 あっちのトミシロっていうの、トミグスクっていうの、はい、なんていうの？あっちでさ、うんとなんだっけ、なんかあったよね。えっとなんだっけ、えっとうーアイスクリーンのカフェみたいなのがあるの。あ知ってる？えー、いや初めて知りました。私この間行きたかったんだけど、あのー。 ちょっとなんか体調が思わしくなくって全然予定通りことが進まなくていけなかったんだけどあのそこのねあのなんていうのコーディネートというかいろんな今度はこんなタイプこんなタイプっていうのを作ってる人が後々ああ知ったらでつながってたの<ー>で中里美佐野さんっていうのかな。 でこの人何してたんだろうなとかってずっと思ってたんだけどいつもあのー、あそうそうアイスクリーンカフェモアモアっていうところへ<ー>うんでなんかいろんな私たちってあの道路の脇で売ってるアイスクリーンしか知らないじゃない、はい、でも実際にアイスクリーンっていろんな種類があるらしくってあのー この今回紹介してくれたのがジーマミ豆腐とアイスクリームがあの一緒になってるというかそれをなんかすっごい美味しいっていう耳にしたのだからえっといつかねこのえっとミサノさんを呼びたいなと思ってそう私が説明するよりも本人いいはずでもってあの めちちゃくちゃく可愛いわけ<ー>ほらなになにアイスクリームの話の時より二人とも背筋伸びたぞ <laughs> お前たちそんなことないですよ <laughs> そんなことないですよ <laughs> 何言ってるんですか愛璃 <laughs> ウさんで,す <laughs> でもでも私も好きなのす <laughs> <laughs> だからちょっとねミサノさんと連絡取り合ってあのぜひねあの出てもらいたいなと思ってとってもおしゃれな方で結構いろんなところに行ったのアップしてくれてて。 あのすごいセンスもよくてね、うん、みんな期待しててね。<laughs> はい、えっとじゃあ、はい、コメントも、はいお願いしますえっとどこですかね。すかねああそうですね、あの、四郎さんのハードルが上がって、ちゃんおかさんが、えーはい、面白くないといけませんという。<laughs> で、四郎さんが、ちゃんおかさんの無茶ぶり、許します テーマに沿ってちゃんと許しますとすごいですね、許してくれるんだからおお、なるほどね、そういう意味ね、そうです、やっと分かった。で、AKB ファンさんが、皆さん、こんばんチーズと、そしたら、ちゃんお丘さんが、勝也遅いぞとおっしゃってますけど、これは完全に名前を、なんかさ、名前を呼んじゃってますけど、いいのかな、いいんだよね、きっとね、まあ、はい。 で、akb ファンさんが、えー、すいませんと。<laughs> はい、遅くなってすいませんって。あのさ、かっちゃんってさ、<laughs> ごめん。あの、akb ファンさんはさ。あの、こうやって、画面とかの、あれで、こうやって喋ってんだけど。アウト喋んないらしいのよ。あらまあ。えー、照れてるんですかね。ね照れてんのか、わかんないから、聞いてみる。ねえ、なんで、え、照れてんの?。<laughs> 聞いちゃうす。<laughs> <laughs> 聞いちゃうんです、ね、<laughs> もう私だって AKB じゃないからさ <laughs> 本人に聞いたほがいいんだなと思ってどうなんでしょうかお答えください、はい、で、えー、シグナスさんが「エリューさんゲストさんこんばんは」と来てます <laughs> コメントが「シグナスさんからエリューさんゲストさんこんばんは」というコメントが来てます残念ながらゲストいないんだな <laughs> もうこれはシグナスちゃんと見てるかいって感じだけどでもいつもありがとうね なんかこの BGM 聴いてるだけでなんかすべて許せそうな気がしてくるよね。穏やかな気持ちになりますね。そうだよね。穏やかな気持ちになった時って、冷静に一つ一つ丁寧に見ることができるから許せてくるんだよね。ね今日のテーマ、えー、許すに入っていきたいと思います。 どう許す方側にもなるけど、許してほしい側になるときもあるじゃない、はい、つい最近、許してって思ったことってあるだ許してって思ったことあるっていうと、なんか、うーんって考えちゃうけど、ごめんって思う。ごめんねとか、すいませんでしたとか。つまり、やっちまったなっていうときなんだけど、 どうまあ私結構あるんだけど。あるんですかあるある。例えば、もう先月やや1ヶ月番組休んじゃって、<ー>なんかね、こう、この時間、なんか寂しい思いをさせちゃったかなとか <laughs>。いや、とても私自身は今日、今日なのになとか思いながらベッドの上にいたわけで、なんかあの、 ねえああなんか申し訳ないなとかねあるわけじゃないだから復帰した時にはなんか許してほしいなあごめんねって思いでこのマイクの前に立つんだけどあのでも本当あみんな忘れないでこうやって来てくれるんだなとか思ったしなんかこうありがたいなと思うよねどう,なんかこう 許すときが来るってことは許せないことがあったってことになるよねそうですね、うん、どう思い出せそうちょっとなかったかな結構自分根に持っちゃうタイプなんで<わ>許すコツをエリュさんやリスナーさんの皆さんに今日は うん、教えてもらいたいなとこのテーマを聞いた時に思ったんですけど、うん、なんかね「あの物はいいよ」っていうかさ「あの根に持つタイプ」っていう今私もどっちかっていうと正、ま、見た時にはあこの人は物事を真剣に深く考える人だなっては思った。 だからこの何か起きた時にあの解決するまでに時間をかける人なんだなってそれはあの根にもう言葉を変えれば根に持つっていうことなんだと思うんだけど言葉を変えれば真剣に物事にあの取り組む人だと思う、うん、あの丁寧にしっかり <laughs> うやむやにしないというか私はそういう人好きですよ。 うん。あの、何年もかんでも、まあまあ考えるとめんどくさいからいいやとか、あ、これ考えると疲れるからいいやって、やってしまう人の方が私はアウトですね。なぜかというと、そういう人は、きちんと痛みと向き合わない。痛みと向き合わないと、その痛みはどれほどの怪我を負ってるのか、どれほどの自分に、あの、何かを気づかせようとして、その、 ことが起きててるののかかっいいうのに気づかないんで,すよでそれがあのそういうことがね起きてる時っていうのは結構チャンスだったりするわけだから、あのー、そういうふうにあの受け止める人の方が私は OK だと思うただしそれはあのやっぱり食べ物に賞味期限があるようにある程度のいいいい時間っていうのがあるわけで。 その時間のうちに考えをちゃんとまとめ上げるというかそのコツっていうのはあのー、あいつに何かされたあいつがこんなことをしたとかって思ってるうちはどんなに考えても時間をかけても許せないんですよそっから抜け出せないというか同じ例えばあの何、ー、て言うのかな洗面器の中でぐる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 お湯回してるようなものでそれがただ 温度が冷めてって、あの、なんかね、最初の感情とはちょっと違うようになるんだけど、ふと気づくと、そこの下には、あの、HI、HI の ?HI? 違う違う。あ、なんだっけ今のコンロあるじゃん ?HI?IH。IH。逆逆 <laughs> あれと同じで、すぐ沸騰しちゃうというか。だから、あの、フラッシュバックするんだよね。だから、その時は、 なんか嫌なことあったら嫌なことあった時感情に出しては OK だと思うの私得意なんだ人の感情を出させんのうんなんかもうガンガンその人が貯めてた怒りだったり悲しみだったり出させんのすっごい得意なのだってあのずっとそれを貯めて出してはいけないとみんな思ってるわけだからそう 教えられてきたでしょなんかいつも笑顔でいなさい。うん、人と喧嘩しないようにとか人にね、自分がやられて嫌なことはやっちゃいけないよって。でもね、結構みんなやってんのよ、嫌なこと。で、あの、不公平なことに嫌なことやってくるやつはずっと嫌なことやってくるし、それを耐える人はずっと耐えるの。だから、許せなくなるわけ。で、その、まあ、いろんなことがね、この世の中あるわけで、 このお話をちょっと置いておいてさっきあのボスからのなんかメールが届いてる<ー>それを先にいきましょうかはいそれではえりゅうさんコーチさんこんばんは。今日のテーマ「許す」「許しは自分のため」 かつて受けたひどい仕打ち、いじめや裏切り、愛してもらえなかった過去、どうしても許すこと,すことができない相手がいる。あいつのせいで苦しい思いをした。あんな奴さえいなければもっと幸せになれたのに。傷つけられた記憶が自分自身を縛りつける。怒りや恨み。 憎しみとなって心の中に居座り続ける許せないという感情があなたの人生を支配する自分の心を傷つけ自分自身を苦しめるもう過去を生きるのはやめにしましょう許すことで前に進むことができる唯一の手段 許しは自分のため。自分自身を。救うためにある。あなたを苛む過去を許そう。ちゃんおかさんからのメッセージです。本当その通りだよなって思って。どうき、よん読んでるうちに。はい。すごい心に染みましたね。ね<え>。さっきどう。 自分過去のこと結構気にするタイプなんで<う>今の言葉はなかなかグッときましたね、うん、でもやっぱどっかにその過去の出来事とか気にする自分がいて、うん、もうなんかいや本当はさっき言われた通り自分を許すのが一番いいと思うんですけども、うん、やっぱりどうしても気にしてあの時あいつああ思ってたのかなとか思う時はふと ありますね自分の中ではそしてもう一つメッセージが届いていますので、はい、リヒトママからのメッセージです先週拝聴できなかったので今日こそはありがとうさてテーマ許す1年前許せないことがありましたがそのことをきっかけに エリューさんに出会えたのでオールオッケー許すことができました <laughs> これからも許さない人生より許す人生を選びますよというメッセージですなんか嬉しいねそうですね、うん、こういうなんかきっかけがなんか嫌なことでもきっかけがあって、うん、いいことに転がっていくっていうこともあるんですね、うん、あのー、リヒトママと出会ったのはあのー、あれなんだよね9盆の次の日に出会ってんの うん不思議ね <laughs> そうなんだよねまああのちょっとね先週先週だったかな電話でちょっと話をして、はい、まあ近いうちご飯食べに行こうねっていう話をしてるんだけどとっても彼女も素敵な人うん、うん、もう可愛いなんか妹のようなもう兄弟うとか 娘息子いっぱいいるね私 <laughs> そうなんだよね許すさっきも言ったんだけどやっぱり過去に縛られてしまうっていうかあの過去に起きたことが解決できなくってあのずっと引きずっちゃってるってそのずっと引きずっちゃってるつまりその時の時間の経過にあの自分の気持ちが戻ってこれない今にこの瞬間に生きられてないんだよね そうだから苦しさはどん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 積み重なっていく上でなんかもう身動きがど取れないひ,あのひどい人だと取れなくなっちゃったりとかその延長線上でもちろん人を信じれなくなったりとかで愛せなくなったりとかでついついこうあの人を愛せなくなってしまうがゆえに今起きてるこの世の中の現象があの同世代の人たちの恋愛が 少なくなくってきてきいる自分より弱いもの弱いものだからあのね結構もうほんと幼い子供たちが突然いなくなって無残な事件に巻き込まれたりっていうのはまさにそういうことなんだよねでなぜそうなってきたかっていうとあの人と喧嘩しちゃいけないとか揉めちゃいけないとかあとはあの私たちの次の世代あたりから 個性を出さないのが、個性がないのが個性だっていう言葉がすごい、あの、何ていうのかな、世間一般に使われるようになった時期があるわけ。で、違いを個性として認められる世の中じゃなくなっちゃった時期があってね。で、ちょうどそういう、 時やっぱり個性っていうのを外に出さない自分の感情を外に出さないとそれって内へ内へ溜まっていくものじゃない向かっていくというかでつまりこの水面下で今のいじめとかもそうだけどもう本当にどどこでどうななってるか分かんないだから表面を塞ぐことによってみんな流れが逆行していくわけで,でそれっていうのはまさに今この瞬間に生きてないのと同じというか。 でどんどん抑圧されればされるほどそれは誰か一人例えばこのスタジオの中に5人いましたこの中で自分を抑圧する人が一人でもいたらここの空気は全て抑圧されていく。でこの中で一人でも解放してる人がいたならば自分の心を解放してる人がいたならばたとえどんな抑圧してる人がいてもそれはどんどん解放されていく。 だからあの表情にしてもあの声にしてもハリが出てきたりとかなんか楽に今までだったらちょっとなんこんなこと言えないよとかあのそんなのがあってもどん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 この言葉として表現することができてたりとかでその言葉として表現することによって今までの自分が引きずってきたもの過去で起きたものが表面に引きずり出されていくわけ。 ずっとと蓋してきたことなんだけど例えばさ勇気あるなと思ったの普通ね一般的にあの、あのー、言わないじゃないに持つタイプなんですとかって <laughs> そうっすね,ねえまあ、してこの公共の電波の勇気あるなって思っただってそうなんですよね私に持つタイプなんですよって言ったらこの,あの電波の向こうの人たちは「<laughs> エリオさんに持つタイプなんだ」ってみんななんか冗談で言ったってなんか思うわけじゃないでも それが、そうじゃない。こうなんだ。そっからいろんな、これは種であり、何かを咲かね、みんなで幸せという花を咲かせるための、種であったりするために、彼が蒔いたものだっていうのが、みんながきっと気づくためのものだったりするわけ。で、その、みんなでこの幸せの花を見るために、蒔いたわけじゃない。マッサが、さっき。で、そっからどん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 みんなのトークが広まっていって、 解決、これにはこういう答えがあったんだね、うん、こういう解決方法があったんだねっていうところからこれは一人の問題ではなくてこのうんそうねここに参加しているしていないあの関係なくコメントくれてる人とか関係なくただ聞いてる人たちもたくさんいるわけで,でその人たちも打ち当たりしてる人がたくさんいて解決できなくて苦しんでる人もたくさんいてでやっぱりさ 根に持つんだよねっていうタイプの人の共通点はとっても孤独だったりする。でそういう人があ自分だけじゃないって思った時に一人じゃないんだっていうところから安心感が生まれて、うん、なんだだったらだったらじゃあじゃあそこを変えていくにはっていうところに行くよね。 あのみんなこれってそんなに時間かけないで解決できることなんですつまりあの責めてませんでしたマんこう根に持っちゃうことを自分を嫌、まあ、な性格だなとは思いますねはんはんなんかあの自分の中にある嫌な部分って認めたくないじゃない誰もがなんかねでもあのそれってさとっても大事なことなんだよね あの人は人の中にいる時に寂しさを感じたことがない一人でいて感じる寂しさではなくて、うん、大勢の中にいて感じる寂しさってあると思うのね、うん、それを強く感じたりすることないまあそう話が合わなかったりりすするとやっぱりそうういあまで本当の寂しさっていうのは大勢の中にいて 感じる寂しさだわけでこの寂しさをあの持ってる人っていうのは今この瞬間に生きていない人たちうんあのそうなんだよね つまり過去で起きた出来事に傷ついてその傷が癒えてない人たち私も含めてそうなんだけどあの過去に傷ついたことをやっぱり人は思い出したくなかったり触れたくなかったりするわけじゃないでもその傷をちゃんと治さないことにはそこはね可能しちゃったりしてで可能しちゃったところっていうのはどんなにお薬塗っても上からカット板貼っても あ沖縄ではリバテープって言うんだっけ <laughs> 貼っても治らないわけじゃないちゃんと海を出してでお薬塗ってっていう段階を踏まなくちゃでも海出す時って痛いじゃないでも出たら23日もしたらあっという間に楽になるんだよね傷も綺麗にくっつくしで許すっていうのもまさにこれと同じで、じで嫌なことがありました。 であのさっきどうしてもこう人ってずっと笑ってなくちゃいけないよとかいつも笑顔でい,いなくちゃいけないよって教え込まれてるんだけどいいんですあの怒っても泣いてもあの文句言ってもただしあのその時にちょっと気づいてほしいのがその怒りが3分以上続いたならば番前の番組でも話したことがあるんだけどその時はちょっと自分は危険信号かなと。 でつまり3分以上の怒りが続いてるってことは何か解決できてない自分の中に問題がまだ残ってるっていうことだわけつまりその問題に関して自分は自分自身を許せてないさっきあのちゃんおかさんのあのねメッセージにもあったようにあの自分を許せてないと前に進めないんだよねでそんな中でですねあの 過去に起きたことと向き合うときって苦しいじゃない、はい、でも、一つこれ、方法があるの。また同じ思いをしたくないっていう思いからみんな向き合いたくないんだけど、実際はね、あの時に自分がいるわけじゃないから、心は苦しいかもしれないけど、それによって、その人が壊れちゃうことはないんです。 そして何よりも過去にあんなことがあったけど今自分は今このあれから何年も経った今この瞬間に生きてるということはちゃんと生きる力を持ってるつまり乗り越えてこれてるただ心だけがその時傷ついた心の一部だけがそこに残ってるんですでそこの痛みがその場所に残ってるからねえ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 って この痛みに気づいてよって、さっき言ったじゃない自分の中の嫌なところは見たくない気。気づきたくない。で、この部分と一緒だわけ。で、それを何で例えるかっていうと、いじめにあったりした時にさ、一番苦しいのって無視されることじゃない。ね。自分の存在がまるでそこに存在しないみたいで。で、自分の中の嫌な部分を無視するっていうのはそれと同じなんだよね。 で嫌な部分傷ついた部分とか痛みを感じてる部分とか自分のこんなとこ嫌だなあんなとこ嫌だなっていうところを無視し続けるとこの子たちはダダっ子のように暴れ始めるの。でどん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 静かにしなさい静かにしなさいお前とは向き合いたくないんだよって言えば言うほどこの子たちは暴れてどん,どん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 その子たちのいる自分の内側の ハートの部分は痛み出すわけ。だけど、その部分と、どうしたのって。何が言いたいの何が苦しいのって声をかけてあげたとき。自分の中のその痛みに声をかけてあげたときに、苦しいんだよ。ってじゃあ何がそうすると答えてくるわけ。あんなことが苦しかった。そっか。それは、どうして どう感じたからって問いかけていくと、どんどんその苦しいって感じた心とか、痛みを感じた部分は答えてきて、ちゃんと答えを出してくれるわけ。そしてその時に自分で自分自身を褒めてあげる。よく勇気を持って言ってくれたね。もう大丈夫だよ。これは過去に起きたことで今自分は今この瞬間にいるっていうことを言ってあげるわけ。そうすると、 いじめられたことで辛かったのではなくて、いじめられたことによって自分のプライドとか、ね、存在、すべてを否定されたことが許せなかったわけ。いじめられた人の傷というのは。だから、いじめられた人を許せないのではなくて、その時の プライドを傷つけられたと思った自分が許せなかっただけ。だから、そうなんだ。でも大丈夫だよ。君は、君は、10年後、20年後、ちゃんと俺の位置で、こんなにかっこよく生きてるぜって言ってあげると、その感情は薄れていく。それを繰り返してやっていくと、消えていく。 そうすると今現在ここにいる自分は内側からあふれる愛に満ちた自信で素敵に輝いていくそれが内なる輝きです何かをやって地位を得たとかね財産を得たとか名誉を得たとかそんなのは表面的にくっついてきたものの輝きは花だけが 花っ柱だけが強くなって全然魅力としては輝きません。内側から輝く穏やかな光はどんなことがあっても剥げ落ちることはない。そして許すという方法で、これは自分を許す方法。相手を許す方法。とっても簡単な方法です。もし何かで意見の違いがあったならば、 その場で言っていいんです。いや、俺はこう思うよ。私はこう思うよ。これは相手に通じないとか、通じるとか関係ないんです。そこで言えなかったから相手を許せないんです。腹立つんです。うん。いいんです。相手が理解できようとできまいと。それは相手の問題だから。私自身の問題は今の自分の気持ちを言えたかどうかなんです。 だから今自分の思ってることを言っていいんです。運が良けりゃ相手とのコミュニケーションで、ね、このずれてたところが修復されて仲良くなることもあります。まあ運が悪いというよりもまあそのままのケースで言えばお互いの考えが違ってまあじゃあねごめんねやっていけないよってなる場合もあります。 でも言わなけりゃそれプラス許せないという面白くないという感情が残りますだったなら二人はどっち取るや,やっぱりその自分が許した方がやっぱり楽にはなりますよね。うんうん 人とのコミュニケーションの時に起きる現象が、あの、言えたか言えなかったかによるんだよね。言えなかったからずっと引きずるわけ。ええー、と、こういう悲しい、まあこれももう次を落としてるのも悲しいことなのかもしれないけど、恋愛とかでもそう。好きと言って振られたことは後で笑いのネタになるけど、好きと言えなかった気持ちは、 いつまで経ってもそのままの形で引きずっちゃう。当たって砕けたものは修復できるけど、新たなものが生まれるけど、当たってもいないでそのまんまの形のものは、それ以上大きくなることもない。そして、それよりも、何かのチャンスを得ることもない。 選ぶのは自分だよねでもまだまだ楽しむことはこれからいっぱいあるわけで許すとか許さないの前にそういう状態にならないことを選んでいく方法って今のような方法がある。特にあの2人はさあ いろんなことで、まだまだ上の人たちと関わっていくわけじゃない。年上の人たちと。そうすると、理不尽なことってあるわけじゃないで、そういうとき、多分二人の顔を見てると、飲み込んでんだろうなーって、思うわけ。<laughs> いいんだよ、いいんだよ。まあ、私は飲み込まないタイプだったから、若いときから、あの、ニコニコしながら、あのー、言 <laughs> うタイプだったので、ああ、これ報告するの遅くなってた、言わないと怒られちゃうよね、専務、とかね。 そんな感じを、その上司の前で言ってたので、逆にとっても可愛がってもらって、あのー、生きてきたんですけど、言った方がやっぱり相手には気持ちが伝わるので、あの、たとえ今ね、あの、考えがまとまらなくても、ちょっとね、打ち合わせの時マッサンと話したんだけど、考えがまとまらなくても相手が何言ってるのかわかんなくても、そのままの言葉で相手に伝えればいいんだよって言ったわけ。いや、すいません、今、 何言われてるか分かりません。そうすると、あ、相手、私が言ってる伝え方じゃわからないんだな。私の伝え方を変えればいいんだなって相手は思うわけ。そうすると、そっかそっかって今度違う言葉で投げかける。そうすると、これだと俺はこう思いますよって。あ、そっかそっかって。相手の心の中が見えてくるわけ。そうするとそこで信頼関係が生まれるし、やり方もお、この二人のやり方が生まれる。その人とその人のやり方が生まれる。 そうやっていくと、あの、なんていうのかな、喧嘩ではなくて、喧嘩、喧嘩かもしれない。でもちょっと、なんていうのかな、答えの出る喧嘩というか、あの、討論会になっていくんだよね。おちゃんと自分の意見を言って、相手の意見を聞いて。そうなってくると、ここには、感情の何かその一瞬、あの、動きはあるかもしれないけど、ちゃんとこの、 今解決できるようになっていくというか、一週間も二週間も、一年も二年も、苦しむ時間とか嫌な思いする、無駄な時間がなくなってくる。やっぱり人ってさ、どっかで一つでもこう、引っかかることがあったら、なんか、いい笑顔って出てこないじゃない。やっぱりこう、ね、そんな時に溜め込まないというか、溜め込むと不思議とね、あの、 無駄な自分のスペースを使っちゃってるわけだから他のすぐ解決できることにも腰が重くなって動けなくなったりとかフットワークが鈍っていくんだよねそんな感じなんですけど一度コメントこちらちょっと読んでいきましょうかねマスターはい、はいえー、タロスケさんはい。自分は小中学生時代にいろいろあって、はい、たくさんの先輩 後輩・同級生を傷つけたことがあります後悔の日々と自分を許せない日々がありましたフェイスブックを始めてその人たちとつながることができて今はフェイスブックを通じて接してもらうことに感謝していますそれからは自分の後悔と許せないことが楽になってもう自分を許してあげようと思いました それ以来、打ち気でしたが、表舞台に出ることが楽しくなりました。というコメントです。ね。そうなんだよね。自分を許した時、許せた時に。あの初めてね、自由になるというか。でも、やっぱり自分を許すためには。あの、それまでのことと向き合わないと。許せないんだよね。自分のこと。ちゃんと向き合った結果が、あの。 今の太郎ちゃんの位置なんだろうな、立ち位置なんだろうな、とっても彼は愛に溢れてて優しい人だわけ。うん。あの、まっすぐ人を見るしね、あの、なんか頑張ってるなって感じがとっても伝わってきますね。なんかあの、今度ね、12月にリスラジの,あの第2弾をやるそうで。 とても楽しみにしてます。言って、あの、一回目も4時間の特番やったとき、あの、<laughs> 私、あの、ユーストで見てゲラ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 笑ってしまったんだけど、<laughs> なんかいいとこでね、ちょっとね、電波が悪くなっちゃって、聞けなかったりしたんだけど、こと、今回もあの、楽しみにしてます。はい。頑張ってほしいなと思ってます。えっ、ー、と、その前のなんか AKB の、あの、こんなキャラなんでごめんねって許してっていう可愛らしいのもありましたが、はい、あの、 いいですよ。あなたはあなたのキャラでいてください。できればでも面と向かっておしゃべりしてみたいもんですね、AKB。かちゃん、あの次回はお話ししましょうね。<laughs> 下向いてたら下から覗き込みますからね、私。<laughs> まあそんなこんなでございますが、どうちょっと自分が一人になった時に、これをちょっとやってみるっていうのは、あの楽になるよ。うん。はい、例えば、横暴な上司とか、 あのー、なんかこう、まあ、横暴な上司ってどこにでもいるわけで、で、この横暴な上司にもいろいろね、あるよね、こう、筋が通って言い方がきつかったり。で、なんかは、もう言う、なんか言うたびにもうめちゃくちゃで、ね、変わっちゃう横暴な上司とか、そんな時にみんなどうしますどんなこう、あの、対応するこう、めちゃくちゃなこと言って、横暴な人、じゃ。 そういう上司がいます。そういう人にはどんな対応をあなたたちはしますか？その人にはわかりましたと言って他の人と相談します。素晴らしい。素晴らしい。え、あの <laughs> ザキはそういう場合にはまあそこはおその場を収めといて、うん、で後でその先輩。 に愚痴を漏らします、うん、<laughs> なるほどね <laughs> そっかあの私は <laughs> その人の前でメモ取りますえっとすいませんもう一回お願いしますって言って1何何何あオッケーオッケーで次はあににオッケーオッケーで次はって言ってメモ取ってあれこことここってあの噛み合わないんですけどどうつなげたらいいんですかって私言う。うん うん。嫌なん、部下だよね。<laughs> そういうタイプです。うん。そう。シーンと聞かれると、ちょっと次何て言おうかなって思う。<laughs> そんな感じかな。うん、あの、じゃこう、勢いのある、まあ、筋は通ってるけど、勢いのありすぎる上司。<laughs> <laughs> こっちも、勢いよく返しますね。<laughs> あ、じゃあ、揉めるだけじゃん。<laughs> したそっちのね喧嘩は喧嘩しないですよ勢いがありすぎるんでこっち勢いに乗ってうわーってやりますなるほどその後はもう知らないです結果はどうなるか知らないですザキはいやいやその場合は筋通ってんでそんなに先輩に愚痴とかこぼさないですねその場合はでもとっても言葉が悪いんだよ言葉悪いですかえらそうなんだよ じゃあもうちょっと態度に出します、ね、なんか冷たいし <laughs> ちょっと、うん、嫌な態度取っちゃうかもしれません、うん、なるほどね私は冷たく言われたらなんか言ってることを分かりましたでも痛っっていう「痛 <laughs>、うん、い痛い痛い,たい,い,たいちょっとそれ痛い」っていう <laughs> 体で表現する「痛いとか「うっとか「うっ!うっそそっうっ <laughs> で」昔からやってましたね でそれをなんかあん、あまり、ね、ブライダルにいたのでそれをこうお客さんの前とかでもセムにするからあの優しく言うようになりましたね、セムが <laughs> ー <laughs> ー。とか言われるのはね <laughs>、まああー、ごめんなさい、気をつけまーすとか言いながら、ね、お客さんを味方に。そそそそう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  <laughs> なんか 出来の悪い部下はそれなりに強いもんさ、みたいな。でもなんかね、あの、そうね。あれだな。なんかこう、とにかくみんなが笑えることをいつも心がけてたかな、私は。うん。笑いで、なんか、なんていうのかな。本当に最後はみんなが心から笑える状態を作る。 というのが私のゴールだった、いつも。仕事でも遊びでも、何でも、うん。だったなぁ。ただ、なんかこの頃分かったのは、あの、恋愛は笑いで締めちゃいけないなっていうのが分かった。うん、あやふやになるから、やっぱりバシッと気んなくちゃなって、いろいろこう世間を見て、勉強になった、この歳で。<laughs> えーとですね、皆さんからドリンクタイムということでシロ君から来てますね、お茶がありがとうございます。はい、えっと、中野町の和樹さんからコメント来てますね。えりゆうさんの番組、今夜もライブ感というか臨場感があっていいねというコメントがありがとうございます。感そこはライブ <laughs> はい、えー、っとですね、どっち読むあ、えー、っとじゃあ、四郎さんが、ゴールはない、いつまでも未完成さ、はい、という、何に対するコメントなんですかね、これは。あほら、私はこうおわ笑いで、なん<ー>だろうな、ゴールって言っても、そんなゴールではなくて、一つ一つの区切りというか、まあ、箸休めみたいなもんですね。 あの、ずっとゴールがないという状態で突き進むことは、確かにゴールなんじゃなくて、ゴールはもうすぐ次のスタートにつながってるわけですけど、でもやっぱりね、一呼吸置けるような休憩所のようなね、こう人ってゴールがあるから、ある程度達成感も味わえるわけで、なんかあるじゃない。あの、お笑いの人もきっと笑ってもらった瞬間、よしってこうね、心の中でガッツポーズ取る。 とと思うんんだけど、私もそななノリのとこがありますね、生きてて。なんかこうさっきまでこうなんか眉間にしわ寄せてなんかちょっとね筋立ててた人がフフって笑った瞬間「やったー」みたいな「ないそんなの!」いやありますありますあのマサの中で何「何これはやったなこうやったよし」<や>みたいなやったって <laughs> まあだからその、うん、あんまりなんか盛り上がってない飲み会とかで笑いとか取れると「うん、うんっね」ってなりますよしってなります あはい、いいな,、はい、いいなそうだな私もなんかこう盛り上がってないところに行くの結構好き盛り上がってるところに行った時はもう今日は私必要ないなとかも<ー> <laughs> そうそう盛り上がってるところは好きですけど本当はいはあい通にやっぱ盛り上がってるところに行って、うん、さらに盛り上げたりとかうん逆にそのもともと静かな場所はちょっと入りづらいっすねあ本当、はい あの静かな場所にじゃあ入っていきますなんて入っていく <laughs> <laughs> なんて言いますかねなんて言いますかね盛り上がってないとこに行くってなるとなんか鉄板ネタとかってありますかねわかんないそんな鉄板ネタとかわかんないけど絶対これで盛り上がっていけるぜみたいなやつってありますえ、なんかまず入っていくときあ、間違えたっていう <laughs> あ<ー>、なんか間違えたって出てあれ、メンバーここだよねとか 何やってんのよえまあよく言うお通夜っていうやつですかっていうのから入るかなえ嘘 <laughs> これからよこれからみたいななるほど、うん、勉強になりますねえそんな感じかなで笑った瞬間私今日会費なくていいでしょっていう <laughs> 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 まあそんな感じかな うんち、そうね、なるほど、うん、だからもう、なんか静かで落ちてる会場に行く方と楽しいものがない、ど <laughs> こ,こまでできるかなって思っちゃう。チャレンジ精神にあふれていますね。ああ、よく言われる、よく言われる、私を嫌いな人をどうやって好きにさせるかっていうのがね、好きだもん。<laughs> すごいなそんなダンディーな笑い方されるとどうしようと思うんですけどね。<laughs> ダンディーでした今、今 <laughs>。ダンディーだよね、なんかね。ね そうか盛り上がってるとこ行ったらああちょっと今日は休めるなと思って静かにしてる<ー>うんあの,あの本当のこと言って私あんまり喋りたくない人なのよそうそうですね。えっとですねあつおさんからその許すについてのメールが届いておりますのでえりゅうさんこんばんは1週間ぶりですね朝晩も涼しくなり稲もほおつけ 色付き始め何かと丸々の秋となりますねおまけに人恋しくなり始める時期にもなりますねさてさて本題の許す許すとは自分なりに簡単に言うと自由になることだと思います自分を自由にならなければ人を許せない人を許せないと自分を許せない 自由になった途端、責任が付きまとうようになりますね。いっそ、飛べない鳥の羽なんか、もがれちまえばいい。そうほざいてみたって、自分の中、あらゆる試練は手を緩めちゃくれない。だからもう、許せないというユニフォームを脱いで、許しという自由、自由という許しを得るために、常識の壁を越えて、 描き続けるイメージは放物線未来へ続く扉解決するため一つ一つ僕はノックしながら相手や自分を認め許しながら終わりなき旅は続きますね長く助走を取ったら遠くまで飛べるように長々とあつでしたもうあの白く素敵ねいつも思う なんかさ、私思うんだけどロ郎君とボス2人で番組やってみたらここで。で私と、あのー、マッサンはあのギャラリーからこう <laughs> ツイートして。 なるほどうん、なんかこう、食べ物持ってきてワイン飲みながらとか、いつもの逆の立場,さ立場でさ、<laughs> 飲みに来るよとかさ、マスター、飲み行く、どうするとかって、あそこで、あそこでツイートして、<laughs> 飲み屋で聞いてるよとかね、言いながら、本当 <laughs>、この2人、番組やってみたら、この2時間使ってどうど <laughs> どうですかどうでですすかか <laughs> ねえ ね、見たいよね、結構さ、なんか、エリューさん、もう来週からいいですとか言わ <laughs> <laughs> 乗っ取られちゃうんですなんか。<laughs> これクリスマス企画で。ちゃんおかさんと四郎さんが。な、うんだってえ許されるのその場許す許す。どうする松さん <laughs>、まあ。自分も見たいですけどね<え>。はい、いや、私聞きたくないね。<laughs> なんか、絶対面白そうで、ためになりそうで、なんか、<laughs> いいか席なくなりそうで、許さなく、みたいな。でも、いや、本当いいんじゃない <laughs> うわーなんかいいなこの二人にやってほしいなまあまあ乗っ取られる乗っ取らないは別にしてお二人に来ていただくとかでもいいんじゃなくて何か多分私その時いらないいやいやいや,いや,いや一緒に一緒に話してくださいそれはだってあの,あのえー え毎週って言ってないですよ <laughs> ボス何言ってんですか週,週,4で週4でやる気ですか毎週通えません <laughs> 通えなかったら住めばいいんですってねなるほどいいですよあの沖縄に住むこと私が許可します許,<可>許しますえ腹黒さ出ますけど いいいじゃないですか腹黒さ出てもみんな腹黒いですから <laughs> 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 まあねなんかそんなこんなありますけどあのなんかね例えば日常生活の中であの何て言うのかなこんなので今ちょっと苦しいなとかそんなちょっと何かが引っかかってるんだけどそれが何かわかんないんだよねでもきっかけはこんなことがあった時なの。 っていうことがもしありましたらあの番組の方でも儀乃湾の方の、ね、ホームページでも構いませんしフェイスブックの方でも構わないのであの送っていただけたら番組を通していろんな話をしていきたいなと思っております。はい、えこのコメントはわからんぞえ ど,どれですかね、えっと、全部です。全部ですかはい <laughs>、えー、ちゃんおかさんが「はい、毎日通えましぇん」と <laughs>、えー、そしてろ、えー、郎さんが「いくら積んでもらえます?」だそうですけど <laughs> そうだなうんーつ愛情かな。<laughs> あふれてますからねでえ鶴くんさんが「見返りはエリューちゃんで」と見返りは求めるもんじゃないよ <laughs> 後悔するんだから見返り求めると <laughs> <laughs> まあ言われたことありますからねあのスクールやってて一緒に組んだ人があの私がスクールを受ける立場の時なんだけど <laughs> 私エリューちゃんと組めませんって言われて。 私結構ショックで、えな、なんでって言った時に、エリろさんの愛が大きすぎて受け止められませんって言われて、私なんか急に、えっ,ってすごいショックで、それって私悪いのって思って、で、ずっとなんか、そしたらその時の通訳が悪かったのよ。うん、通訳が、 ちょっといろんなことがあって、私に対して反感を持ってる通訳で、この通訳の仕方が悪かったと私は思ってるわけ。で、その時のマスターから、あの、ちょっとね、結構ひどいこと言われて、あの、あなたちょっと離れて見てなさいと。私がかいって思って、で、半年経った時に、あの、また違う、この私が本当に信頼しているというか、あの、尊敬というか、もうなんかまあそんな言葉も全部と、 払っちゃうようよな人がいて夫婦でラハシャという方とヌラっていう人がいるんだけど、夫婦で。その人たちが来た時に、私はそこまでずっと自問自答して、でも答えが出せなかったもの、あの、があって、で、その人に、私はどうしても今、半年間ずっと自問自答したけど、答えが出ないと。 愛が大きいとか小さいとかっていうのはどんな判断があるのか私には分からない。愛はただ一つでただ溢れていくものなのに、なんなんだこんなことがあったんですって言ったら、その時に、あの、この通訳の人も私はあの、アジータさんっていう人でね、あの女性の方でね、あの、お姉さん、私はこの人お姉さんのように思ってるって言った人なんだけど、この方が通訳してくれて、 あの、そしたらこの答えが、エリ愛を受け取れる受け取れないは相手の問題だから一切気にすることはない。僕たちは君の愛がどれ、どれだけ深いものか知っている。安心してそのまま歩み続けなさい。って言われた時に、なんかこう、は私半年間、 許せないでたただ怒ってたでもここに来てなんか愛というものがまた新たに何なのか改めて何なのか知った時にさっき言ったあの鶴くんのおかげなんですけどこの見返りを求めない、うん、あ私はどっかでその頃は私はこんだけあなたたちを愛してるのよって無条件に私愛してるの。 ななんんでそれがわかんないの私何にも言ってないじゃない」っていうのがどっかにあったんだなって「あエリオーさんの相手すごい素敵居心地がいい」ってどっかで言ってほしかったんだなっていうのに気づいた時に「私ってば?」って思ってんか自分自身も許せた瞬間さっきあのねちゃんおかさんやつるくんうん、うん、しろくんが言ったように自分をまた許せたりと で、その通訳さんと不思議ですね。こんなこと思った2週間後に会ったわけ。その人が、エリュー、あの時ごめんね。私ちょっと自分のプライベートなことで、ちょっとあなたの行動に対して感情的になってて、ちょっと通訳きつかったかもねって言われた時に、 なんか私が許せたから自分のことも許せたからこういうことが起きたんだなって思って、うん、もうなんかね仲のいいお友達にはなれませんでしたけど <laughs> まあなんか良かったなと、うん、だから許せた許すということのあの気づきというかそこにたどり着いた時にまた奇跡のような出来事がやってくるギフトがやってくるというかねだからあの 愛って本当にただただ無条件なもの、溢れてくるものなんだなって。そこには許しもあるし、もちろんね、いろんなこともあるというか。で、よく皆さんね、勘違いなさるんですけど、無条件な愛っていうのは、あのー、なんていうのかな、勘違いしないでね、自分を犠牲にすることではないのよ。相手、私とそうね、私と誰かが向き合ってる時に、相手が自分の意にそぐわないことをしたことに対して、 怒らないで、ただ、そうなんだって受け入れることは、愛ではありません。愛というものは、自分自身を愛するという。自分自身を愛してからこそ、愛せるからがゆえにね、相手を愛せるということなので、自分が傷つくことに、イエスと言ってるうちは、それは愛ではない。ちゃんと自分が痛いとか苦しいと思ったことに、痛いな、苦しいなという感情をちゃんと、 あの、感情というか、関心を向けるという、それをしてない人は、無条件の愛にたどり着くことはありません。で、さっき言ったように、あの、マッサンの話の時にね、あの、みんなね、こういう感情は出しちゃいけないとか、なんとかって言われてるけど、そんなことはありません。怒りも悲しみも、もちろんそれをきちんと出してたら、それがなくなってきたら、ちゃんとした喜びもね、愛情も表現できるようになります。すべて必要で、私たちには備え、 割っているものです。はい。 あさんコメントお願いしますええい鶴くんさんから「えりウちゃんの無限大の愛を受け止められる人が少ない」ええー、<laughs> そうなのでそして鶴くん同じく鶴くんさんから「いやそれに気づく人が少ない」とそうなのか <laughs> えー、で四郎さんが「 何事もシンプルが一番と思ってしまう素直がいいと思う本当だねなんかね私も時々ねあの素直じゃない時があるのよどんな時って言えないな <laughs> どう素直に慣れてるみんなはそうですねそんなに我慢とかはしてないと思ってますけどまだどうかわかんないですけど <laughs> 自分ではそんなに <laughs> 我慢はしたしてるつもりはないですね。いやーどうですかね。どっかで我慢して、それを逆に他のところで我慢しないようにしてません、ね。その我慢するとか我慢して、我慢しないとかはしないみたいな。うん、はい。なるほど。なんかそれでイブインブンにしてる感じです。ああなるほどね。えどこで我慢すればいいの？えー。 どこで我慢すんの<ど>トイレが遠い時とか <laughs> あいや、<laughs> そういう我慢じゃないの、ね、それを言ったらさっきの巣立ちの話とか、<laughs> <laughs> トイレとか言い出すと <laughs>、グリーンピースの話とかになっちゃいますけど、えー、あね <laughs>、えー。そうだな。<laughs> あ 三ツ矢サイダーが欲しいって言ってスプライトを買ってこられた時に我慢したからでもちょっと飲んであやっぱりスプライトは炭酸がきつすぎるなとか言ってやっぱり我慢って無理だなと思った <laughs> <laughs> 食に対するこだわりすごいですね <laughs> <laughs> そうなんです、ね、あえっシロ君がそこでフォークボールかいってどこが大い <laughs> どこ,どこだ <laughs> どこでフォークボールを投げええ何しろくんもうちょっとわかりやすく教えてくれよはいで鶴くんさんが天然なので結構素直ですね、はい、私ああ鶴くん天然なんだそうなんだそうかでちびさくさん、はい、こんばんは初見ですこんばんは初見さんですねはい どちびさくさんはどちらからなんですかね。ど,かどうぞ末永くよろしくお願いします。うん、お願いします。はい。で、ちゃんおかさんが、えー。俺は素直だなと、あの。グラさんの顔文字をつけて。<laughs> サングラスの顔文字をつけて言ってます、ね。<laughs> ダンディーな感じ。<laughs> 素直なんだ。<laughs> そっか。へえ。そっか、素直なのね。<laughs> かし、了解しました。<laughs> はい。で、鶴金さんが。 そのスプライトの下りはわかるだぞいいぞやっぱり三ツ矢サイダーとスプライトの違いがあるんかねんか三ツ矢サイダーなんかね優しいんだよね今度比べてみますねんかねもうスプライトうっうっうってそうそうはいで四郎さんがさっきのフォークボールのやつは「教えない!」の あれ、あれあ<ー>、ーー忘れたぜ。<laughs> <laughs> あ、で、ちびさくさん、福岡が。え、そうなんだ。福岡って、博多に行ったり、大分に行ったり、できるとこだよね。<laughs> <laughs> 博多に行ったりというか、<laughs> 博多は福岡ですから <laughs> 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 なんか行くよ今度 2>, <laughs> あの、ま、2年ぐらい前の12月に大分行ったわけさ、はい、で福岡で降りて大分まで行ってまた福岡に戻ってっていうちょっとそういうなんちゃらかんちゃらやったんだけどなんかねちょっとタイミングが悪くて福岡の美味しいものあんまり食べてないのよもったいないですねそう福岡美味しいものいっぱいですもんねそう行きたい <laughs> <で>行きたいえ郎さんがはい そうですね、名前敦夫ですが、そうです、ね、福岡同じく福岡ですって言ってますね。あえ、そうなの?。あ、そって<は>あの、福岡ソフトバンクホークスの、あの選手がいつも叫んでるんです。あ,あ、そうなんだ、<laughs> そういう意味か。松田選手がいつも。あ,あ、え、何ちゃんおかさんの違ったかなっていうのは素す、素直。素直。いやいやいや、そうなんですよ。<laughs> 素直ですよ。いいですよ。素直、素直です。はい。えー、鶴君んさん。はい。三ツ矢サイダーは、確かに優しい。しかも、安くて助かる。 という主婦目線のあれ道つ野菜だっていくらだっけ <laughs> あれ多分七70円80円ですよあ本当？ん、はい、ペットボトルでスーパー<私>スーパーだとスーパーだと、はい、そうだし物の値段がよく分かってないのいでもそう分かんなくても大丈夫です <laughs>、うん、でなんかね買い物が苦手なんだよねあらそうなんですうんだから値,<っ>値段とか気にしないで買っちゃう感じなあなんかこう見るのは 有機野菜か、なんとかっていうような<ー>、そんなとこを見ちゃって、で、あのー、レジに行って、え、なんでこんなに高いのって言って、あの <laughs>、怒られる。<laughs> 怒られるんですかそう。怒られちゃうんですかそう。なんか、あのー、家計簿つけるときに、はぁってジンボが言う。<laughs> で、ごめんごめん、もう一回財布にお金入れといて、とか言うじゃない。<laughs> どうぞ、なんでって。 なんでって言われて、なんでって、ないから言ってるわけさって言うと、はぁって言うから、なんか一個一個の値段チェックしてって、ちょっと頭悪いんじゃないのってこう、なんかこう、なん,かなんかね、なんか言葉にならない言葉で言ってるのを聞いて、なんかこう、はぁお母さんに対してそんなことをって言,言うと、言わなくちゃない、俺の身にもなってくれよって言われて、 慣れないなっていうの。<laughs> そこはお互い許していきますねま。はい。はい。ええー、そしてええ素隆さんがはい来るんですかえりゅうさん福岡にうん行きたいでも揺れるんだったら行きたくないな実質 <laughs> 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 あのそうだな一泊で行って食べてとんぼ帰り<ー>はいいいですね日帰り日帰りじゃない一泊旅行 普通に福岡に行ったら食べたいものとか,かある、はい、えっとねやっぱり博多ラーメンああ、いいですねうん最高ですね替<で>え玉替え玉替え玉,え玉うん でも、ばり方はいいや。普通でいいです。なんでこの粉を足して落としただけだろ、これ。みたいな。何言うてんのよ、みたいな。逆に、このシロさんとか、もう一人、ちびさくさんとかに、なんか、おすすめの食べ物とか聞いたらいいんじゃないですか。ああ、おすすめの食べ物聞くより、空港にかいに来てて。なるほど。エリュっていう、こう、あれ、あれが、なんか、そうそうそう。あの、そうなんだよ。ボードを掲げてのなんかね、 そう、私ダメ棒で有名なのよ。<laughs> 東京行った時も、まずお迎えに来てもらって、あの、羽田まで。で、こうやって乗るんだよ、ああやって乗るんだよっていうのをやってもらって、目的地について。で、ちゃんとその出口まで迎えに来てもらってんのに、遅いなーって電話来て、うーん、ちょっと待ってね、今、クールダウンしてるって、なんでって、うん、どこにいるかわかんないから。<laughs> わかかんないいで、その後東京から名古屋に移動する時も前の日も名古屋にあのちょっと仕事移動してたからよしよしって買ってるので全然私大丈夫だったっけうんうん買える買えると思ってで次の日行ったらさえ名古屋ってどこ行きに乗んのって思って名古屋の方にどんな場所があるかもわかんないし。<ー> <laughs> えーっと思って、駅員さんに聞いたら、あの、なんかあんまり優しくないんだよね。で、いざこう、あわかったと思ったら、そっちはカードで買う、ね、機械ですと。なの早く言っちゃおうんって思ったんだけど。ねもうなんかよくわからんって思ってるうち、まあ、変えて、で、新幹線乗りました。 え、名古屋からまた違うところに移動しなくちゃないんだけど、まあその時にね、あの、前もって何とかっていうところに行かなくちゃないんですけどってボスに聞いたらあ、じゃあこうやってこうやって行けばいいよって、わかりましたって、でも荷物大変だからちゃんとコインロッカーに入れてから行った方がいいよって言われて、うん、オッケーオッケーって言って、でももしダメでもタクシーに乗ったら行けるよって、オッケーオッケーって言ったわけ。したら私新幹線降りました。 で、ほ、うんと、ボスが言ったのは黄色いラインの地下鉄に乗れっていう話だったらしいんだけど、私は黄色いラインをたどれだと思ったわけ。で、え、黄色いラインって展示ブロックじゃんって思って、私これにたどってってどこ行けばいいの <laughs> 駅の端っこに着くだけです。<laughs> <laughs> で、え、マジどうしたらいいのって思って、そうだ、最終的にはタクシー乗れって言ったなと思って。で スーツケースを恋の会に入れんのを忘れて、タクシー乗って目的地を言ったっけ<ー>したらさ、タクシーの名古屋のおじさん、言葉が通じんの。通じないわけさえ,ー、えって思って、行く場所の IT に電話しても電話出ない。やっぱりどうしようと思って、<laughs> すいません、あのーって、ボスに連絡して。 タクシーのおじさんと一疎通ができないので私の行く場所を説明してくださいって言って、言ってもらって、で私目的地に行ったんだけど、全くここがよくわかんなくて、なんかもう散々だった。だからね、なんか、あなんかもうお願い、あの、すべてやってくれる人と出会いたい。 そこそは頑張りましょう、自分で <laughs> 旅行。旅行は自分で頑張りましょうそしたら、こん時に関わったすべての人に、あのエリュさん、三次元のこと結構できませんねって言われて、<laughs> そう、あの一次元のことはまあできるわけよ、<laughs> いろんなことはね、もうどうだっていうぐらいできるわけ、だろうぐらい、だろうなだろうすごいだろうぐらいできるんだけど、<laughs> 三次元、ちょっと私の不得分野だね。 福、福岡旅行大丈夫なんですか?。だから、あの、空港まで来てくれたならの。しろさん、迎えるって言ってます。本当、じゃ、あ行くよ。そうだな、じゃ、あ行こう。あ、なんか、ツイキャス切れたって、ちゃんおかさん、大丈夫。あ、でも、今、なった。あ、じゃ、じゃ、大丈夫です。あ、そうか、そうね、水炊きオッケーね、私、水炊き好き。あ、よくいますよね、福岡水。水炊きの春菊が好き。あ、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 あ。えのきが好き。あ、なるほど、なるほど。 で、鶏肉はちょっとどけて、けまま、<laughs> <laughs> どけて、もう、このときはすだちとか OK だけど、あんまり入れすぎるとクッってなるので、うん。そうね、鶏肉はよけといて、<laughs> 春菊好き、しいたけも好きって感じですね。ねあそうだそうだ、すき焼きで何が好きネギっす。ネギ<ぎ>。<ぎ>ザキはいとこん。 お<い>私、<い>うどん。ああ、でも、ああ、いいですね、もう最初っからうどん入れて、いっつも怒られる。めでしょなんかね、お肉とかいらない。いやいやうどん、うどんとしいたけがあったらいい。そう。だから、ちょっといい感じのお店に行って、一人ずつの,あのすき焼きとかあるじゃないお肉、邪魔だもん。<laughs> <laughs> それそお肉も入れましょうかって聞かれると私んとこお肉入れなくていいからその分あのうどんもおめにちょうだいって言ったらみんなし、えーって見るい <laughs> ったメンバーで「何エるうどんと肉取り替えようか?」って言われると「ああできればあの,あ,の,あ,の,あ,のあれもちょうだいえのきも」とか言いながら「お肉消化できないみたい」<laughs> <laughs> <laughs> そうなんですはい。 で、四郎さんが。はい、福岡はラーメン、ラーメンと言われてますが、はあ、実はうどんのうどんの発祥地なのです。たい。そうなんだ。うん、私うどん大好き。なんか福岡のうどんって柔らかいって聞きますよね。本当なんですかね。はい。なんか。本当。テレビで見たことがあります。あ、本当ですか。 え知らんとっても優しい柔らかさ優しいの大好き <laughs> もう私の周り厳しい人ばっかりだから優しいの大好き <laughs> もう優しい人大好き <laughs> うどんにも優しくされたいえっうどんにも優しくされたいなるほど <laughs> うんもうでつ、えー、くんさんがこれは決してちゃんおかさんが悪いわけではないえっ別に私 うんちゃんおかさんも言えてんって一言も言ってないよ言ってないよねそう聞こえたいや全然聞こえない聞こえないじゃ鶴くん変だよで白さんが好きなあのすき焼きの具材は白菜いいですね白菜えでちゃんおかさんがでしょってでしょって白菜いやその違いあそっちですかいやその下ですよね。 こっ,ね、こっちです。あの。おっかしいな。<の> <laughs> 悪いわけだよ。なんだ。何の連合軍組んだんだい、お前たち <laughs> みたいな。<laughs> で、えー、ちゃんさんが、史郎さんに。ゆる、はいうどんが優しいと。ゆるいうどんって、どこがゆるいの?。柔らかいってこと?。柔らかいってこと。へえ<ー>。史郎さんも総体それがいいたいって言ってますね。ね 食べたいってわかんないなんだいって <laughs> 言えない腰 <laughs> がないうどんたいってシロさんが言ってますねあ,あの <laughs> そっか <laughs> いいよ腰がないのかうんでもサヌキに行きたいなサヌキうどん食べたいな腰<ー>って言ったらおいしいですよねねえうう行って食べてみたい <laughs> <ー>お,お一人で行けますかどこにあるのそれ <laughs> <laughs> 香川県ですけど香川県四国の四国あ,あそこだな <laughs> 右<上>あっこの辺だな<右上> <laughs> そっかそうですねそっか <laughs> でなんか私出雲大社に行こうと思ったんだけど出雲大社の周りに食べ物大してないよって言われた瞬間行くのやめっかなーって思って出雲そばってないんですかねなんかなななんかなんかかん,、ね、んかあるらしいよねおそばもあるって。 あじゃあ行こうかな<も> <laughs> 私あの、なぜか場所、地名とかはちゃんと覚えられないんだけど、場所とかね。だけど、どこどこって言われたら何が美味しいっていうのは分かるわけ。なるほど。<laughs> ほど <laughs> そういうタイプいますよね。そう, <laughs> そういうタイプの方いますね。日本地図見てもどこか分かんないけど、そ<う>あれはあそこが美味しい,い。そう。分かるわけ。いますね。もう、あの、小肌はジャノシンが美味しいとかね。<laughs> 東京に行った時に、あの、私、ずっと小肌は美味しくなかったっていうか、あまり好きじゃなかったわけ。<ー>なんかもう、締めすぎてて、うーんって感じで、こんなく、口がキュってなるの、かんって思ってたんだけど、この茶のシンに行った時に、なんか、あの、一緒に行った人が小肌頼んで、で、そしたら、 どどう、どう、好きなの頼んでって,ってでもまあ小肌頼むのあんまり好きじゃないけど小肌って言って <laughs> そしたら「う好きじゃないんだ」って「うんだから一貫でいい」って言って食べた瞬間その次も小 <laughs> 小「小肌」「<laughs> 小肌」「小肌」ってずっと小肌だけ10貫ぐらい食べてすっかりハマっちゃった <laughs> 美味しいわけこの東京のジャノシンの小肌あ,あんまり言うのやめよう <laughs> えだって、<laughs> もし自分行ったとき鼻なかったらやだあ,あります、大丈夫で <laughs> す、そんなすぐ売り入れたりはしないね<え> <laughs> です <laughs> なんかね、本当好きすぎてそこの大将が笑うぐらい。あー じゃあエリオさんこっちの小肌食べてごらんとかいろんな締め方してるわけああ<ー>もうもっともっとだわけえ<ー> <laughs> いいですねいろんなバリエーションがある、ね、そうでなんかこれ以上頼んだら周りの人なくなるかなって <laughs> 大丈夫です大丈夫思うぐらい小肌ばっかり食べるわけ <laughs> <ー>でなんかトロとかもうまいよってトロがうまいのは当たり前だって言いながらそんなのはいらないもう小肌とあのあのいか塩でと あとはあったかい。ああ、シグダンスナスさん、お久しぶりー。うん、いい笑顔だねー。ね <laughs> あとは何なの何が好きかなうーん、私は貝系が好きかな。貝、えー、が好き。赤貝とか。あとは、ミル貝とか。ホタテもいいね。<ー>何が好きホッキも好き。あ

マグロもどっちかっていうと赤身が好き。ああ、とろよりは赤身。好き。海鮮じゃないんですけど。かんぴょ巻きが好きです。かんぴょう巻き。好かんぴょう巻き。かんぴょいいね。カッパも好き。ああ、かっぱ。うん、巻き寿司美味しいですもんね。いいな。えっと、他のコメントじゃ。あ えちゃんおかさんが境港でズワイガニが上がり始めたから出雲もいいよとじゃあ行こうよ<お> <laughs> <laughs> じゃあ行こうよ私かカニの剥き方超上手だわけそうなんですはい自分どういったことなんですよ本当 <laughs> もう本当上手<ー>もう好きだわけ剥くことが好きだわけああ果物も剥くのが好き<ー>カニとかあんなめんどくさい食べ物とかも剥くのが好き 行きたいえで誰と行くの私ちゃ,んおかちゃんおかさんじゃないですか <laughs> きっとええー、エリオとって思ってるはずですよそしてちゃんおかさんが「シロさん博多の鉄板餃子もいいかな?」とおしゃってまええ <laughs> もう食べたい、えー、でそ,のそれに対する返信が「一口餃子鉄鍋ですね」 おいしそうちょっとマスさん行こうよでも俺じ自分のチケットしか買えないですよ大丈夫だろ <laughs> 違う違う私私さ、はい、あのチケット代は出せる,なるほどチケットも頼めるただ,だその後ができないだけ <laughs> 連れていかないといけないそうなるほど 空港集合でもいいし、チャタンだから拾ってって。あ <laughs> なるほど。じゃあ、空港まで行って、その後、シローさんに迎えに来てもらえば完璧ですね。え <laughs> 違う違う。違う,違う。違う。行くよあの、ツアーしよう。ツアーツアー。アーで、<laughs> そっちで、ちゃんおかさんにも待っててもらって、で、なんか、ちびまるさんだっけなんだっけちび、ちび、なんだっけ 今日初見さんでいた人も福岡だったじゃない。ーもっと下です。ね、で、あと、しろ君もいて、集まれる人はみんな来てち。ちびさくさん。ちびさくさんね。はあ<ー>。集まれる人で。はい,いな、ない、行きたい。で、え、ちゃんおかさんが。博多の屋台で、そういえば。変わり種で。イタリアンの屋台に行ったね。 あ,あ、そうだね、えー。博多ってなんかラーメンの屋台のイメージありますけど。私さ、屋台好きだわけ。ああ、でもいいですね。赤ちょうちんとか屋台とか<ー>好き。いいですね,ね。なんかこう誘われて、なんかエリューさんご飯食べに行きませんかって言われて、なんかすっごい高いレストランに連れて行かれたときに、あ、この人私を知らないなって <laughs> 思って、で、ね、私どこ行きたいって絶対言わないわけ。何食べたいっていうのも言わないわけ。で、ね、なんか、あの、ふっとなんかね、なんていうのかな。 結構好きなのよ。焼き鳥屋さんでも、もくもくしたとことか、おじさんしかいないようなお店とか。<laughs> でも、逆にこ、男側の立場からしたら、何も言わないで、屋台に連れてく度胸はないですよ。<laughs> なんか、あの、なんだろう。 あ、人としてこいつ最高って思っちゃう。うん、うん、そう。であ、あの、なんかね、最初からかっこいい店とか、本に載ってるような店に連れて行く男は、私はごめんだけど、アウトだなと思うわけ。<laughs> 屋台連れて行けますだって。で、なんでかっていうと <laughs>、こいつ安っぽいって思っちゃう。 私っていう人間も知らないくせに、こんなのやっておけばいいだろう的なことをやる。あ、この男終わりとか思っちゃいますね。<laughs> 逆。難しいなただ、マックだけはやめてよ。まあまあまあ、まあまあそ、それは、それはさすがに。<laughs> うん、だから、なんか、なんかね、好き。情報出して屋台にはさすがに連れていけない、<laughs> 連れていけない えーとそし四、えー、郎さんが好きな寿司ネタはヒラメ、カンパチ、縁側<ー>全部白身な感じですね,ね、はい、でえー、ちゃんおかさんが四、うんえー、郎さんに「そうそう」と言ってるんですけどこれああああれか餃子の話ですかねあ<ー>餃子の話に「そうそう」って言ってるんですかね<し>そう四、うん、郎さんがまたそのさっきのイタリアの屋台について返信で「うん、フレンチもあるんですよー」とうーんでちゃんおかさんが「あれ?」 エリュウさんは赤貝じゃないの。そう、私は赤貝大好きだわけ。あ、そうなの。うん、だからいつも行く、あのお店があるんだけど、お家のすぐ近くでね。<ー>で、そこに行くと、こんばんは、お腹空いた赤貝何個あるっていうの。<laughs> 出せるだけ。<laughs> もう、もうなんか、もう三個って言われた三個全部握りとか。<laughs> あと、この頃も赤貝がもうな入ってこないので、うん、車庫貝になってるわけ、今時期。<ー>だから。 んとお店のこのガラガラって開けて「こんばんはお腹空すいた車庫街何個ある?」って <laughs> <laughs> それはちゃんとシフトするんですもうもうなんかねそれがこうなんていうかルーティーンなのすぐ<う>入ってすぐで,でここ兄弟でやってるんだけどお兄さんと弟でやってるんだけどあの <laughs> お兄さんが「エリアさん今日はウーロン茶日本酒?」って聞いて「え今日は?」って言うと。 今日はっていう時は車で行ってる時だから「あウーロン茶ね」とか「私の顔色を見て今日左右ね」とかそんな感じえ常連ですねえ常連っていうのかな <laughs> じゃないですかだって顔見てもだ出すメニューを分かるってことは<ー>もう常連さんなんじゃないえ決まってるそう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  <laughs> そう,そう <laughs> で四、えー、さんが、えー、茶岡さんに「はい、もう数々の名店をお伝えしたい」 なんでちゃんおかさんになのエリューにじゃないのなんか話違うくないかいやでもその屋台の話をしてるんでお二人で多分その,その流れだと思う <laughs> で志郎さんが、はい、屋台もいいけど普通のお店もいいのにえどうするマスター本当に計画立てようよ十一 <laughs> 月ぐらいどう 2>, <laughs> 月2ヶ月後ですか、うん、結構早いですね <laughs> え,え嘘早い私にしたらちょっとああマジかー <laughs> ちょっとチケット考えた子いくらか <laughs> で、ちゃんおかさんが、はい、やはりすしまさそう、あの、うん、あ、なんか私おっしゃったすしまさってさあ、名古屋にあの名古屋の、はい、うんとなんだろう、駅からそんな遠くないとこに、市場の近くにあるんだけど美味しい名古屋のその名,、うん、名店なんですかあの、なんかね二軒お寿司屋さんが並んでてで、 手前側というか駅から行ったら手前がすしマサで隣が名前は忘れたけどやっぱり同じような感じで,<ー>でなんかどっちもすごい日本酒の品揃えがいい<ー>うんであのー、そうねいい、うん、行く人で私こっちに行くかこっちに行くか変わるんだけどうんなかなかいい雰囲気もちょっと違ってちゃんおかさんはすしマサだなすて うん、言ってる。うん、確かに、うん。面白い、あの、大将がいて。うん。で、もう片っぽの大将も面白くって。<laughs> なんか私、一人ではどっち入ろうかなって思っちゃうぐらいで。<laughs> 多分私、一人だったらホテルから出ませんけどね。私、<ん>ホテルの中で楽しめちゃうわけ。ああ、まあ。うん。ほんと、そんな感じでね。 あれですけどなんか今日なんかこんな話で盛り上がっちゃいましたね食べ物の話をいっぱいエリュさんの好き嫌いいっぱいわかりました今日えなん何 <laughs> 私嫌いなものってあったかなすだちまさにグリーンピース <laughs> <laughs> えー、あと鶏肉もいらないって言ってましたね <laughs> 牛も牛もいらないって言ってした牛タンもあんまり好きじゃない すき焼き食べて肉食べないって結構な、ね、出汁いやでだしだしでお肉みたいな <laughs> <だ>あもうなんか <laughs> なんかねあの結構さあの何霜降りのお肉とかはもうめまいしてくるあ結構女性の方いますよねその脂身苦手っていう方結構いらっしゃいますよだからあのっ「って感じ「<laughs> <laughs> 勘弁して」<laughs> とか 霜降りとかめっちゃテンション上がりますけど、えー本す。本当じゃ今度も回すよ本当。<laughs> いやいやいや回さなくてい,い。いや私のフェイスブックチェックしててあの届く時あの尋常じゃないから。すごいな。なんかねえそうだよねもう本当。白さんがレモン持って言ってます。え何レモン持って何苦。苦手ってことなんですかね。レモンはあのちゃんおかさんがレモンを苦手にしたの私は。そうなんです。か。そうなんですか。 そう何かっていうと、フェイスブックのなんかこう、あれでね、子供にレモンをあの食べさせるような悪魔のようなやつだっていうのが、<laughs> 面白いなと思ってアップしたら、なんかそれをずっと言われて、レモンが嫌いだったっていうね、あらららららあ、もうそろそろエンディングのスマイルがね、<あ>かかり始める頃になってきましたね、<あ>皆さん。スぶくんさんからも、はい、エリアさん、今週もお疲れ様でしたと。あ,も<う>ありがとう。<laughs> お別れの挨拶を、ね<え> <laughs> 早いですね。 鶴くん、途中からあんまり出てこなくなったのはなぜ聞き入ってたんでしょう。<laughs> <laughs> 今の話をかい、はい、<laughs> なんかそう言いながら鶴くん一人でなんかこう、おいしいもの食べてたんじゃないの食ってたんじゃないですか、てすき焼き食ってたんじゃないですか<え> <laughs> おい <laughs> しいもの食べて、<laughs> じゃあそろそろ、おお、エンディングコー、<laughs> ちょっとこれはやっとかないとまずいぞ、<laughs> みたいな。ずいぶん長いこと食べてたな。つ <laughs> るくん、入ってきてくださいよ、お願いします,す、ね、来週も元気になんかやっていきたいと思いますが、<laughs> はい、あの、そうね、<laughs> はい。えあそうね、うん何 すんません、ちゃんおかさんと僕のツートップが騒がせました。あいや、そんなんじゃないよ。あなたたちには特番をやってほしいと思うよね。そうそうそう、ね。ぜひぜひ、ちゃんおかローで。なんだろう。なんだろう。なんか面白いネーミング考えたいね。ですね。何かそれはもうエリューさんがセンスのある一発私。あたしダメ棒だぜ。<laughs> えー、大丈夫です。絶対、絶対面白くなります。もう本当に。えー、鶴くん。え、いや。 話す、話す。好きが。がなかった。そんなことないよ。<laughs> そんなことないよ、おいでおいで。そ,そんなことないですよ。ね。あれ、鶴くんって新潟だった、千葉の方だった、どっちだった。千葉か新潟。うん、なんか柿の種の話をしたようなお母さん。あ新潟かもしれないですね,ね。で、今日さ、ちょっとスーパーに行った時に、あの柿の種。 てんこ盛りのやつがあって、はい、もうなんかこんなでっかい1キロぐらい入ってるやつ。パーティーグッズみたいなやつう、うん。ああ、これもう手突っ込んで食べたいって思って <laughs> <あー S 1>、えー。へへへでもそれを見た瞬間、もしかして鶴くんを食ってくれるかもって思って <laughs>、ちょっと買うのやめようって思って。新潟って言ってますね。はい。新潟だよね、はい。はい。え、そうです。トンチンカンクラブのダメ棒です。ボー <laughs> <laughs> そのセコンドは、マッサンですから <laughs>。そうです。<laughs> いつももう、そうあの。ラウンドごとに帰ってきては、なんかいろいろやってますからね。そう、あの、<laughs> トンチンカンクラブの代表は、あの、会長は <laughs>、ちゃんおカさんですからね。えまあそんな感じで、えっ、ー、と、コメントよろしくお願いします。鶴くんが、はい、柿の種を、ねはい、送りますよと。本<当> <laughs> どこに送ればと言ってます。あ、エルのここ。<laughs> ここ、ここです。ここです。ここです <laughs>、うん。住所も何も出ないけどここです。<laughs> ここです <laughs> えっとあとははい。 え、シロウさん、あ、え、シロウさんが特番するときはプロフェッショナル的な曲をお願いします。<laughs> あ,あの、ボクラは一位についたってやつ。何それ知らんわ。<laughs> <laughs> プロフェッショナル仕事の流儀。あの、そうの。<laughs> はい、てなわけで残るところ、はい、あとねえ。はい もうね、皆さんこんな感じで今日も本当にありがとうございました。そうですね、昨日はあてに送ってください。はい。<laughs> えーと、そんなわけで皆さん来週も皆さんのお耳に書か,かれたら嬉しいエリュたちでございます。はい、では皆さん。はい、マ、ま、スさん。愛してるよ。愛してるよ。エリュも愛してるよ。じゃあねみんな、おやすみ。